はい、3発目まあまあまあですね。はい、皆さんこんにちは。金田ロッキーの本当に願いが叶うパワースポットなんですけれども、さあ今日はですね、赤羽に来ておりまして、こちら、はい、作徳稲荷神社、あのね、ここちょっと映してください。普通のマンションというか団地、昭和の団地、昔のポルノ映画でね、団地妻なんちゃらかんちゃらいうのがありましたけれども、そんな感じの団地なんですけれども、そのね、ビルの上にありまして、ほんで正式にはこのビルの上じゃなくて隣のビルの屋上にあるんですよ。で、隣のビル自体が入れないから、ここのビルの6階からも屋上に上がって、その屋上から隣のビルのにお祭りされているお稲荷さんに向かってお賽銭を投げると。で、そのお賽銭を投げた数で、なんかこれね、下手したら変なおみくじよりね、お賽銭何発で入るかで今のこのラッキー状況、アンラッキー状況が分かるという、私大体1発から3発ぐらいで入れるんですけどね、下手したらもうなんかよそのおみくじより分かるというね、今日もちょっとチャレンジしてみたいと思いますけど、作徳稲荷神社、あのね、ご祭神がね、ちょっと寄っていただけますか。宇賀の御霊の御事様、佐田彦の狼様、猿田彦さんですね。大宮の目の狼様、これ、雨のうずめの御事ですね。このお二方は、夫婦なんですよ。で、田中の狼、志の狼、これね、五柱の神々の皆さん、伏見の稲荷と同じ神さんなんですよ。だからすごいですよね、京都の伏見の稲荷と同じ神様が東京でこうやってお祭りされている伏見稲荷のね、ご神徳がいかにすごいかってことなんですけど、まあ本当全国でも珍しい、お稲荷さん。僕はツイッターとかね、インスタでは1分動画上げてたんですけど、今日は初めてちょっと YouTube で長めの動画上げてみたいと思いますので、では早速上に上がっていきたいと思います。はい、もう普通にこうやってね、ビルの中というか、住宅街、中は入っていいんでね、立ち入り禁止でもない、はい、ちゃんと屋上参道入り口って書いてありますけれども、運動してないやつはね、これしんどいですよ。僕全然平気ですけどね、夏とか暑いっすよ。人のマンション映せないですけれども、本当にビルの上というか、これおもろいでしょ、本当に住宅の中というか、はい、向こうね、電車通ってますしね。4階コンビニの上にちゃんと書いてあるわ。屋上鎮守正一位作徳稲荷神社、これを見つけてくださいね。セブンイレブンとこれ見つけてくださいね。隣ベニトンって書いてあります。さあ、5回ぐらいまで、5回まで来ましたけれども、トレーニングやったりとかちょっとしんどいわ。ロッキーさん、これエレベーターないんですか？ないです。あったらエレベーターとっくに使ってます。引っ越しのバイトしたことあります？ないですね。こんな昭和の団地で引っ越しのバイトも当たったら最悪ですけど、大外れですよ。はい、ということで屋上に着きましたけれども、さてさてさて、これね、すごいでしょ。普通の屋上やったのがちょっと、これね、去年の終わり後半ぐらいかな、こうやってなんか玉垣できたんですよね。あのスポンサーの方がやられたんでしょうけど、はい、普通に物干しがあります。なんか綺麗な一応神社の参道っぽくなってるんですね。やはりビル周りと振ってください。普通にで、綺麗でもなって赤羽ですので、そんなにね、綺麗な景色でもないんですけど。確かに。さあ、そしてこちらがじゃじゃじゃん、はい、大明神のお社でございます。下から見たらね、分かりますか？ちょっと鳥居の一部見えると思いますが、あそこなんですよ、上なんですよ。あそこに上がっていくわけです。下でね、書いてあった五柱の神様をお祭りされておりまして、さ
さん、正一、あの本当にね、あの伏見の稲荷と同じ、ね、神々の皆様お祭りされております。さあ、あのお賽銭箱ちょっと取ってください。あそこに、ここからそんなに距離ないんですけどね、あの何発目で入るのか、それで運勢分かるというね、では早速お参りした後お賽銭入れてみたいと思います。ではですね、きちっと神様の名前を呼びながら、2人でまずですね手合わせていきたいと思いますので、じゃあ僕が神様の名前を呼びかけたらリピートアフターにしてください。はい、じゃあいきます。2で200、1で御家の御霊の御事様、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 はい、サルタヒコの御事様、サルタヒコの御事様、雨のうずめの御事様、雨のうずめの御事様、田中の狼様、田中の狼様、篠の狼様、篠の狼様、新宿歌舞伎町めぐは金田ロッキーです。はい、じゃあお願いしてください。ではお賽銭を投げ入れるぜ。ではではではお賽銭投げ入れます。まずは5円玉の10倍、いろんなこと、52円がありますようにという思いを込めて、まずは50円玉から何発で今日は入るんでしょうか。いきます。めっちゃ濃厚。2発目、3発目、ちょっと調子悪いかも。はい、3発目、まあまあまあですね、まあ中吉小吉内間ぐらいですかね。まあ OK としましょう。はい、では続きましてせいやさん、一発、よー一発で入りました。もうラッキーです。今年は、今年というかしばらくラッキーです。はい、いいな、すごいな。こうやって、電車も走っております。隣のビルの屋上にある作徳稲荷神社。さあ皆さんもね、あのガチお願いしに来ていただいてもいいですし、あの何発目でお賽銭入るかね、自分のあのラッキー度アンラッキー度をね、確かめに来るもよし。ぜひぜひぜひ、すごい興味深い神社ですので、もうきちっとね、いろんな人たちからこう崇拝されてる神社ですからね、伏見稲荷に行かなくても東京でお稲荷さんに手を合わすことがこちらでできるわけです。ということで皆さん、ぜひ興味ある方は作徳稲荷神社いらしてみてください。はい、じゃあお疲れー、乾杯。さあ、お参りの後はですね、まあ、あの神社のおそらくパワーがこの辺も充満してるであろうということで、ちょっとトレーニング後何も食べていません、食べておりません。なんとカワウオ料理、これ鯉なんですよ、鯉国。はい、いろいろ川を珍しいもの出てまいりますので、リポートしていきたいと思います。こんなね、なんか鯉みたいなもんね、まずいのちゃうの、こんな うまいと思わないですけどね。なんか見かけはね、ちょっとタイとハマチのアイノコっぽくてね、おいしそうなんですけど、なんかこうくすくさい、ちょっと食べてみたいと思いますけれどもね。わ、めっちゃうまい、甘い甘い、わさび醤油めっちゃ合うわ、めっちゃ美味しい。小骨ちょっとあるかな、まあまあでも大丈夫です、気にならないです、美味しい美味しいね、普通に刺身ですよね。見かけこんな感じです。うまっ。はいよ、うどん、あ、うどん、うどん、うどん、はい、
売りつけられました。うどんの、まあ、食べたことないもんな、うどんの天ぷら。はい、うどんの天ぷら食べます。お塩です。お塩をつけまして。うどん食べたの初めて。うわ、うまいな、うまいな。うどん、うどん、なんかこれ山菜か、うん、暗いところで育てるんですよ。暗いところで、うん、うまいわ。うどん、はい、しめさば。うどんはこれあれですか、うどんは埼玉県産ですかね。うどんは、うどん、うどんどこ産でしょ。うどんどこ産ですか。北海道ですよね。違う、いやいや、埼玉がどこだ。しめさば、しめさば、これそんなになんかしめてない、生に近いしめさば。うわ、しめさばも、うわ、冬のしめさばうまい。しめすぎず生すぎず、もう最高のこのしめ具合。うまそうやけど、どじょうまいんかな。卵とじで、これ柳川鍋っていうの、ちょっと濃いめの醤油と甘辛いね。田んぼとか池による、溝による、田んぼのこの用水地による土壌です。見かけグロいですが、食べてみたいと思います。ごぼうと卵と三つ葉。ほう、骨ちょっと気になるか。うまいうまいうまい、うん、タンパク質、カルシウム。あ、野菜卵と食べたら美味しいわこれ。ナマズ一回ね、あの宝塚歌劇の裏のね、向こう側ってあるんですけどね、兵庫県のね、兵庫県宝塚市の、あっこの食べたのはさすがにちょっと泥臭かったんですけど、ポン酢にもみじおろし入れたらたっぷりつけてめっちゃうまい。うまい。すっぽん来ました。黒いのがすっぽん。そしてプルンプルンの皮、これだけ食べれるんかな。無臭。なんかね、チンミって感じ。あ、柔らかいこんにゃくって感じ。そこまでうまくもない。普通、無味無臭です。